チャオ、あっちゃんです。あっちゃんのイニシャル T、漬物プロジェクト。最近ぬか漬けね、なんていうのかな、古漬けばっかり漬けてんねん。味が落ちてきた。やっぱりね、毎日漬けて、毎日混ぜてんねんけども、毎日漬けるっていうのが大事みたいで、乳酸菌が落ちてきたみたい。で、ちょっとね、あら療法やってみたいと思います。はい、では開けてみましょう。パカン。これね、なんかね、ちょっとね、こう押さえた時に汁が出るぐらいがいいねって。汁がちょっと少ないね。で、匂いはそんな悪くはないねんけど、味がね、微妙になんかね、深みがないねん。で、いろいろ調べてたらね、どうも乳酸菌が足らんのかもということでね、かなりね、ちょっと古漬けになってるんで、ちょっといっぱい出してみましょう。ここですね。まずね、何が使ってるかというとね、もうナスがね、こんな色になってしまうとか、キュウリもね、1週間ぐらいつけっぱなしやねんけど、古漬けが好きやからと思って、古くというかつけまくってんねんね。これコリンキーね。味はいけてんねんね、結構。ごぼうさん、何つけたっけな、ニンニクさん、ニンニクはもうね、つけといてもいいかなと思って置いたんだけど、で、ニンジンさん兄さん結構後からつけたからね。これ生姜、はい、まあこんな感じやねんけどね。なんかここにもニンニクや、はい、これがね、ちょっと微妙、あんまり混ぜすぎてもあかんとは言うんだけど、1日1回上下ひっくり返す程度とは言うんだけど、これちょっとあられ療法します。まずね、塩を混ぜっていうね、昆布とかも混ぜないで、塩をね、ちょっとね、きゅうりが夏やったら4時間とかで浸かるぐらいの塩にせえいうことで、塩をちょっとね、入れます。はい、と、もう一つちょっとね、これ、あれやってんかわからないけど、ヨーグルトを増します。R1 増してやろう。ついでに食べとこう。毎回スプーンをね、変えんの。ねえ、菌がね、繁殖して嫌やからね。はい、まずヨーグルトを食べときましょう。美味しい。だいぶね、体調良くなった。ヨーグルト食べるようになって、ずっとサボっとってね、1週間ぐらい食べたわね、かなり改善されてきた。それでもまだダメ、やっぱり休んじゃダメやわ。1年中ヨーグルト食べましょう。はい、ということで、ちょっとこれ置いといて、古漬けちゃんをちょっと置いといて、まずこれをね、混ぜましょう。ヨーグルトとね、塩をね、ちょっとよくよく混ざるようにね。塩足らんかな、もうちょっと足してもいいかな。結構塩ね、しょっぱいかなっていうぐらい足してもいいねって。ね、ヨーグルトはね、植物性じゃなく動物性の、乳酸菌やから、ね、こう
このぬか床に馴染むことはないねんて、一時的なものらしいねんけどもね。それでもあとはね、起爆剤にはなるみたいで、ちょっと汁気も、汁気で水気もね増えてきたんで、食べてみよう。もうちょっと塩出していいかな。昔の漬物ってね、ばあちゃんとか漬けて、もうしょっからい漬物があったんよ。それはいかなあかんのかもわからへん。唐辛子を買ってきてね、入れようと思ったけど、唐辛子買ってきてね、どこでほらなと思って、だいぶ前にね、買ってきて、ほらなくなって、一味入れてもええと聞いてんけどね、一味もうちあらへんのよ。買ってんけど、どこ行ったのよ。ちょっとね、水が湧く程度の方がいいらしいね。の方が乳酸菌が湧くんだけど、ちょっとね、水湧きすぎたから、あっちゃんね、マシン化しすぎたんよね。で、味落ちたんかもわからへんし、それと毎日つけて、毎日やっぱりね、新しく野菜をつけろって。それがやっぱコツらしいねんね。そこをちょっとサボってたのは、サボってるっていうか混ぜるだけで、新しく野菜を追加してなかったね。浅漬けより、古漬けばっか食べたいからさ。あ、しょっぱい。うん。ちょっとでも味が、ちょっとしまったかもわからへん。ちょっとね、つけてみましょう。ズッキーニ、ズッキーニはね、半分つけてみましょう。で、これちょっとサラダに使うんでおいておきます。で、きゅうり、人参のヘタ、新しくね、新たにちょっとつけます。古漬けにちょっと出しておきます。で、これでとりあえず置いて、よいしょ、ちょっとかなり使ってる古漬けちゃんをちょっと食べましょう。まず、ごぼう。あ、美味しいや。ごぼうは相変わらず美味しい。人参。人参微妙やな。きゅうり。きゅうりうまっ。うまいけど。酸っぱみが足らん。もっと酸味が欲しい。ナスビ。ナスあかんなこれ。ナスこんな長いことつけたのに、なんかもうちょっとつけといたらこれ。一回洗ってね。コリンキー。夢やん。うん。ただ、しょっぱいだけみたいなと。この辺つけといたろ。きゅうりもうちょっとつけたろ、これ。これつけねえ。ごぼうさんもうちょっとつけとくわ。ごぼうは美味しいよね。これ。
人参これ美味しかったよ、確か。今日だけ。うん、人参美味しい。もう一日つけとくわ。どっちにしても今日もうご飯食べよう、ご飯っていうかね、今日軽くねサラダで食べたんで、もう食べへんので、もう一日つけとくわ。つけすぎて味がね変わるかな。まあ、古漬けと新しいお野菜とで乳酸菌が発酵してくれたんだけどね。でね、いつもねこうやって置いとんだけど、やっぱりこの周りをね拭く人拭かへんよね。ほんまはここねティッシュでこう拭いといた方がええねん。もう今ね気候だいぶよくない。真夏はねここがカビかな、分からへんけど白っぽくなる時はね、この表面がね、ここ表面で壁の辺が、それが気持ち悪いから拭き取っとったんだけど、まあこんな感じですね。また様子見ましょう。はい、いうことで、ちょっとね、味が落ちていってるような気がした、あっちゃん。イニシャル T ね。今、乳酸菌を出すために、あれしてみました。なんだ。あ、ちょっと待って。卵をつけとくわ。ゆで卵を作って。一個だけ入れとくわ。ね、なんかね、そのあれを出すのに、味がね、悪くはないねんけども、ちょっとね、酸っぱみが少ないねん。あっちゃん、酸っぱい漬物が好きなのに、古漬けにしてね、したのに、しょっ辛くて酸っぱみがないねん。で、見てたら、やっぱりね、乳酸菌が足らんとき酸っぱみがないから、うん、ダダ辛いだけになるって、時間経ってもね。だから、うん、卵入れとこう。やっぱり、水気が足らんて。だから、やっぱあんまり水湧きすぎたと思って、それをシビアになって足し抜かしすぎたんかもわからへん。だから乳酸菌ちょっと落ちたんかもわからへんからね、ちょっとこれを、頑張ってね、乳酸菌出るようにほんのり酸っぱいぬか漬けにするように頑張ってみます。頑張ってもらいます。あっちゃんは頑張らへんけど、はい、ということで、今日のあっちゃんのイニシャル T よかったよと思うので、高評価をまた応援コメントチャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では。